ナナシちゃんこんばんは、ありがとうございます。明日で終わりやで、このイベント。ドキドキやな。もうなんかすごい激戦で、すごい、もうほんと激戦で、激戦の激戦の激戦なんですけども、やっぱり1位になりたいなっていう気持ちがあるので、ぜひとも応援していただけると嬉しいなと思います。ほんと1ポイントでもいいので応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。一人でも多くの方が、私にのことを応援したいと思えるような人になれたら嬉しいなと思います。ドキドキですね。ドキドキですけども、やっぱり1位になりたい。やっぱり1位がいい。コシーこんばんは、ヤッホー、ありがとう。ケビンさん、おつたき様です。ナナシちゃんもこんばんは。サバサンドちゃんさん、50カウント完了。ギリギリミヤちゃんさんもおつたき様です。ケビンジャパーレベルアップ、ありがとうございます。いやね、頑張ったからね、ここまで頑張ってきたからね、やっぱ最後は1位で終わりたいですよね。タナちゃんこんばんは、ありがとうございます。タナちゃんからアイス、ヤーミー、ありがとう。アイス食ってね。アイス食べてないや。アイス食べる食べるとか言って、アイス食べよアイス食べよとか言ってて、アイス食べるの忘れてた。冷蔵庫の中にガリガリ君リッチー、リッチー、ガリガリ君リッチーのあのチョコチョコチョコチップみたいなのが入ってるんで、ちょっと配信終わったら食べよっかな。氷結で祝杯あげたいですね。わかる、氷結で祝杯あげよう。ハチちゃん、キンキンに冷えてる。氷結で祝杯あげましょう。ゆいたんしょちゃん、ゆきゆりよし、ありがとう。みんな夜遅くの配信もありがとうございます。なんかさ、夜になるとさ、やっぱりなんかさ、人間やからさ、うちも人間やからさ、配信大魔人かもしんないけど、うちも人間やから心を持ってるわけですよ。だから夜になるとやっぱ不安に襲われるんだよね。いや、全然みんなのことは信用してるし、みんなのことは私の自慢の宝物であり、誇りあるもの、ものって言っちゃ悪いよね。誇りある宝物ってものついちゃうんだよね。お宝大事な大事なファンファンのみんなであり、すごく私の自慢なんですよ。ファン、皆さん、応援してくれる皆さんのことが。まあ、伝わるかどうかわからないのは置いといて、まあ、私の中ではすごくすごくそういう大切な人たちである、私の中の人生の大切な人たちであるので、一緒にこうやって自分のやりたいことに向かって頑張れることを、みんなと一緒に頑張れることもすごくすごく、素晴らしいことであり、嬉しいことであるのでいいんだけど、やっぱり人間誰しもね、夜中とかね、夜になるとちょっと不安をね抱いてしまうんですよね。フィジオちゃんファレベルアップ、アイちゃんファレベルアップこんばんは。ユリタジオちゃん、デイリーポンポン、デイリーギフト、ありがとう。デイリーギフトじゃない、デイリー、ありがとうございます。ウエルルルさん、ウエヌイールさん、ありがとうございます。ファネベルアップ、無責任なやつはお気になさらずに。いや、無責任なやつでも、無責任なやつなりに応援してくれてるやん。ハチちゃんを応援してないわけじゃないでしょ。いや、俺は別に応援してないけどねってカッコつけるかもしんないけど、そういうカッコつけても応援してくれてる人には変わりないから、好きですよ。ね、やっぱみんなのこと大好きですから。みんなは私のこと好きかどうかわからないけど、私は応援してくれる一人一人大好きですから、悲しませたくないし、悲しい顔を見せたくないし、みんなで笑顔でいたいよねって。7月もね、ひまわりみたいに
ひまわりってしんちゃんの妹じゃなくてね、お花のひまわりなんだけど、ひまわりみたいにね、笑顔でいたいねって思ってますよって。かつとしちゃんこんばんは。埼玉さんおつたきさまね。だいたいみんなのことさ、みんなとか配信、みんなのことね、思ってなきゃこんなに配信しないよね。こんなに毎日配信しないよねって思ってほしいなって思う。 わがまま言っちゃうと、わがまま言っちゃうと、わがままとかじゃないけど伝われって思う、伝われって思う、伝わってって感じ。つながっているんだ。きよみさん、カウント管理、うちもおたきさんのこと大好きで、ありがとう。嬉しい。頭の中で伝われ伝われ伝われて、みんなに暗示かけてる。怖っ。 洗脳ではないですけどね、暗示をかけてますよ。私の気持ちが伝わりますように。短冊に書いとく？短冊に書いとくかな、お先に。伝わってますよとか言ってみる。本当？ありがとう。ほら、短冊だけが、短冊単品でめっちゃ売ってたから、ほら、見て、36枚入ってるんだって、これ1個に。だから短冊買ってきたよ。100均に売ってるよ、短冊だけ。36枚もいらないよね、正直言って。何色？藤色がいい、藤色。どれだ、藤色。藤色はどれ？ 藤って書いてあるんだけど、どれが藤色なのか自分がわからないっていう。煩悩の数。煩悩の数って何？ゾコさん、つたきさま、それ全部にお願い事書くの？違うよ、みんなのお願い事聞くって言ってんじゃん。7月7日に、7月7日にみんなのお願い事聞きますよって。プレミアム配信で皆さんのお願い事も書きますよって。どれが藤色なんだろう、これのこと。藤、あった、これだ、これだ。ゾコさん、おつたき様こんばんは。てっちゃんこんばんは。煩悩の数って何よ。脳筋やから分からん。脳筋やから煩悩の数だけ短冊書くってこと？あ、短冊の数は煩悩の数ってこと？私100個ぐらい、100枚ぐらいあるけど、これ全部に短冊、みんなの短冊を。願い事は強制なの。当たり前じゃん、強制だよ。考えてこなかったら意味ないよ。考えてくるよね。考えてこないとダメだよ。何でもいいから考えてきてね。つまんないじゃん。配信つまんなくなっちゃうじゃん。考えてこなかったら。配信を盛り上げると思って考えてきてください。みんなで一緒に配信を盛り上げるんですよ。当たり前じゃないですか。皆さん、エンターテインメントって知ってますか？シロンコちゃんファンレベルアップ、カズエちゃんファンレベルアップ、マットンちゃんファンレベルアップ、ありがとう。私が全部書くわけないでしょうが。
できた。幸せが一生続く by 大滝。じゃーん、私の願いはこれです。自分の今の人生が死ぬまで幸せだったらいいな。自分が死ぬ時まで幸せ、不幸が訪れなければそれでいい。普通の人生でも何でもいいから、悲しいこととか、寂しいこととか嫌なこととかが少なければいい。ある程度幸せがでいいから、ある程度の幸せ、ある程度生きれればいい。ずっと幸せで死にたい。わがままかもしんないけど、これが一番。今の人生幸あれ。すごくリアルそう、リアルなことを言うと、まあこのままの幸せがずっと続いてくれたら嬉しいなと思います。この今の現状が、今の現状でもとっても私は幸せです。たまに苦しいことはあるけど、たまに寂しいとか苦しいとか不安とかあるけど、こうやってみんなに喋ったりするし、みんなも受け止めてくれるし、なのでその状況でいいので、これ以上でもこれ以下でもそんなに大きなことは求めない。もっと幸せになれるんだったらもっと幸せになりたいけど、それ以下にはなりたくないなって思いますね。そんな感じそれが私の願い。この短い文章にそれがギュッと詰まってるドラムモンさん、もっち50カウントありがとう。福田さんこんばんは。ケータ&カレーさんこんばんは。素晴らしい、ありがとうございます。ナモナモちゃん、ナイスちゃん、ファネブラップありがとう。ビルパラさん、プルリピョコポコちゃんありがとう。チェロクちゃん、ファネブラップありがとう。そう、なんか幸せは人それぞれだから、私が今幸せだと感じてたらそれが幸せじゃん。でも私は今のみんなが応援してくれる状況、生誕祭でみんなが足を運んでくれる状況とかすごく幸せだったの。みんなが私のために、私のためじゃなくてもさ、あゆさちゃんに会いに来るためかもしんないけど、でもあれは私の生誕祭やからさ、少しは私のことも思ってくれてるだろうっていうね、1ミリでもいいから。でもそれでもう幸せなんですよ。来てくれたことが幸せ。誰も目的とか関係なく生誕祭に来てくれたとか、だって足をねわざわざ運んでくれて新潟まで来てくれたっていうのもすごく嬉しい。あれはすごい幸せ。多分ほんと世界一幸せ者だったみんなにおめでとうって言われてすごく幸せだったし、今の状況もね、すごいこうやってショールーム応援してもらってる部分、ショールーム応援してもらって応援してくれる人がいるっていうね、こうやって今でも自分の活動、ショールームしかり、まあ芸能活動を全てにおいて応援してくれる人がいるのも幸せやなと思って、私はこれ、それが一生続くってすごいことじゃないですか。ある意味それが一生続くってめちゃめちゃすごいことじゃないですか。別に大金持ちになるとかではなく、大金持ちになれたらすごく幸せかもしれないけど、でも大金持ちになった分ファンの人がいなくなるのは嫌ファンの人がいてくれて今の方がいい。てっちーちゃんファンレベルアップ、たくちゃんファンレベルアップ、ハムちゃんファンレベルアップありがとう。おばちゃんハート、すっきゅんハートギフトありがとう。わしゅうちゃんファンレベルアップ、みどぴーさんもこんばんは。ふやちゃんファンレベルアップありがとう。これはね、深い、浅そうに見えて深そうみたいな文章でございます
なさそうに見えて深そうみたいな文章でございます。何が幸せかなんてゆりあちゃんにとって何が幸せなんだろうって考えてくれたら嬉しいなって思う。ファンの人がじゃあゆりあちゃんがの幸せが一生続くように、どうしようどうすればいいんだろうって考えてくれてるだけで、もうゆりあちゃんのことを考えてくれてるってことだから、もうそれだけで私は幸せです。でそれを行動に移してくれればもっと幸せ、たくさん幸せになるって感じかな。思ってくれるだけでも嬉しいから、自分のことを少しでも応援したいって思ってくれる気持ちも嬉しいけど、それを行動に表してくれたらもっともっと幸せで嬉しくなるよって。幸せ倍増だからそれで私は幸せは一生続くよって。みんなが応援してくれる状況下がすごく幸せです。それが一生続いたらいいなって思います。自分のこの活動期間、活動期間って書いたらちょっと生々しいじゃん自分が活動できる期間ね、私がエヴァに乗られる期間、エヴァに永遠にエヴァに乗ることは不可能だからふふ私の短冊飾っとこう。また今度でも七夕の日も書きたいと思います。違う短冊、これはこれ、これはすごく本当にいいなって思う。ここら辺に飾っとく。ペタって。ももちちゃんこんにちは。おっさんのファンでも大丈夫ですか？おっさんのファンでも大丈夫ですよ。ファンなんて誰だっていいんだよ。猫だっていいよ。猫でもゴキブリでもいいよ。猫でもゴキブリでもアリでもいいよ。誰だってファンになってもいいんだよ応援してくれてる人が2人でも、髪の毛が少ないファンでも大丈夫ですか？全然大丈夫です。髪の毛が0本でもいいです。波平ヘアでもいいですよ。波平ヘアでもいいし、栗まんじゅうみたいな頭でもいいし、髪の毛1本もなくてもいいです髪の毛がなくてもあっても全然。ゴキブリはちょっと、おいおい、なんでだよ、ゴキブリを省くなよ。波平ヘアはダメ波平ヘアも嬉しいですよ。ペンピンソクちゃんフルフルフルコーチュアルコー年間セットありがとう。なんでよ、ゴキブリいいじゃないですか。別にゴキブリなんてさ、害がないじゃないですか。害あんのかな、ゴキブリって。害虫だけどどうなんやろな。てっちゃんからお風呂、お風呂、お風呂敷って、お風呂敷ギフトありがとう。髪の毛の本数は関係ないよ。だってゆりあちゃん髪の毛多いし大丈夫。みんなが髪の毛なくても、みんなが髪の毛なくてもゆりあちゃん毛量多いから大丈夫。心配しないで。私が毛量多いからえみたいなね、そこみたいな私毛量多い大丈夫、気にしない。みんながハゲてても全然気にしないよ。メンピンソクちゃん、ハチちゃんフォアレベルアップ、スナスナちゃんフォアレベルアップありがとう。みんなお本様50巻とギフトとポイントありがとうございます。髪の毛ありますが、うん、あってもなくてもどっちでもいいよ。気持ちがあればいい。気持ちが あればいい一番難しいかもね、気持ちってなんだろう。生きてるってなんだろう、生きてるってなーにって言われたらわかんないもん。生きてるってなんだろうねって思っちゃうよねはっちゃんにインボしたキラボシありがとう。生きてるってなんだろう、生きてるってなーにって、ウィーからウィーから。だから私は結構人間不信な部分はあるんですよ。いろいろなんかこんな幼いながらにもいろいろ経験してきて、人間が人間を疑っちゃう部分をが生まれてしまったわけですよ。だけど私はファンの方は裏切らないと思って、どんなことがあってもファンの人は裏切らない。
まあ私が裏切ったらそりゃね、私が悪いからさ、そりゃ怒られて当然で、叩かれて当然だけどさ、私が悪いことしたらね、そりゃ怒られて当然。それで捕虜してたらちょっと違うもん。大滝さん悪くないよなんて言わない。大滝さんちゃんと反省してくださいって。そんな死ねとか、死ねとか殺すとか殺人予告とかは悪いよ。それはもう脅しみたいなもんだけど、それは悪いけど、お互いに悪くなっちゃうから、そうじゃなくて、私がもし悪いことしたりしたら、反省しなさいって。ちゃんと反省してくださいって言ってください。ちゃんと大滝さん反省してくださいって。たないちゃん、フルフルフル、ルコーチュ。ルコーチュ、新年カウントセット。ありがとう。関係ないけど、今年の8月21日で NGT の応援して9年目とか信じられない。いいじゃないですか。おめでとうございます。それは、いいことですからね。一途に応援できるって。ビジオちゃん、ファネベラップ。トロンちゃん、ファネベラップ、ありがとう。私はそういう自分がもし悪いことをして反省しなきゃいけない時に慰めとかはいらない。大丈夫だよ。ユリアちゃん悪くないよ。圧倒的悪い時に悪くないよって言ってもダメだよ。それはなんか成長しないし、ねえ、なんか悪くないわけないだろう。そっちにもヘイト向いちゃいそうな気がして怖いから、みんなにヘイト向いてほしくないから、私にだけそれは悪いことしたら、私にだけヘイト、石が投げられればそれでいいから、みんなにヘイト向けるのは嫌だよね。薬ダメ絶対。それはそう。薬ダメ絶対。じゃあお医者さん行きません。私はどんなに具合悪くなっても お医者さんに行きません。薬ダメ絶対って言われたから。マストンちゃんこんばんは。うつてきさん、プーさん50カウントありがとう。まあ確かにね、一途でいいじゃないですか。しげるブラックちゃんおかえり。うつてきさまお仕事。ゾコちゃんもレベルアップ。ありがとう。みんなありがとう。そういうことじゃないみたいね。 いや、医者は行けってね。お医者さんには行ってください。 だって薬ダメ絶対って 言われたから、ラッキーって思ったんだけど。 私医者嫌いなんですよ。 ももちーちゃん、レインボーしたきらぼしたくさん、貴重なレインボーありがとう。明日でね、ガチーベ終了なんで、絶対に1位で終わりたい。ここまで来たら1位で終わりたい。なので最後まで力を貸してください。よろしくお願いします。えいえい。おお、もちちゃん、レインボースターキラボシ、ありがとう。ハチちゃん、ファネベルアップ。おお、11ヶ月連続ありがとう。ハッシュタグタキシャンズ、なんと10人目ありがとう。タコチュン、ありがとう。タコジュー、ありがとう。やさんこんばんは。行ったら負け？マジかよ。行ったら負けかよ。じゃあ私どんだけしんどくても医者行かないわ。どんだけしんどくてもお医者さん行かんわ。 確かに滝さん注射苦手です。もう言っていい、マジで本当に、偏見誤解を、偏見誤解を生むんだけど、注射大好き。注射刺されるの大好きなの。注射刺されるの好きじゃなかったら、私ピアスバチバチに開けなかったから。今もピアスの穴結構塞いじゃったんだけど、ここもここもここも塞いだんだけど、ここも開いてたし、このインダストリアルっていうここも開いてたし、ここもね、塞がってはない。でもちっちゃくなったね。ここもつけてないのよ最近。ここもつけてないし、この中もつけてないし、ここも開いてたからね。ここと中とここも開いてたし、ここも開いてたし、ここもピーって開いてたし、こことここと、ここで開いてましたからね、ピアス。全部で合計で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。11個ピアス開いてましたからね。チロンコちゃん、ファネベラプ、ありがとう。もうちーちゃんから虹ギフト。一生そばにいるから、一生そばにいて、一生離れないように、一生懸命に。ありがとう、虹ギフト、ありがとう。
ひーちゃん、おのりちゃん、ありがとう。ふるふるるるこちゅ、るこありがとう。またきさんはりかちゃんの卒婚行きますか？まあ空いてれば行こうかなって思ってる。あれ、まあ仕事が入ったら仕事優先にしちゃうかも。マジか、マジ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 マンジって感じ。ちょろんこちゃんファンレベルアップ、そうよ。あこじはレベルアップ、ありがとう。そんなに開けてたのに、ね、そう、そんなに開けてたよね今思ったけど、多分今も塞がってないと思う。注射大好きなやつなんているんだ、いる、ここに。開けすぎ、11個開けてたよ。もうね、もうね、あのめんどくさくなっちゃった。一回一回取って外してまたつけてっていうのをやるのがめんどくさくなっちゃって、もう取っちゃったのよ。やっぱお仕事ってなると、やっぱピアスつけてると印象的にあんまり良くないかなって思って、別に取ってくださいとか言われてないんですけど、あの自分で自主的にやっぱピアスっていうのは、なんて言うんだろう、まあ、古いけど、古い考えだけど、なんかピアス開けてるのはダメみたいなのがやっぱあるんですよ。そういうの結構あるんですよ、やっぱ撮影とかで。だからもう自主的に言われる前に撮るっていう、私はもう言われるのが嫌だから、すいませんピアス取ってもらっていいですかって、なんかそこでごちゃごちゃするのも嫌だからさ、もう撮ってく。でもそれを取ったり外したり取ったり外したりしてると、やっぱりなんか空気感染みたいなので産んだりしちゃうんだよね。それで産むのが嫌で、嫌だなと思って、そうそうそう、だからもうつけないって決めた。もちちゃんありがとう。くまエンジェルくまちゃん、ももちちゃんにズッキュン、ありがとう。アイラブももちちゃん、 Thank you。 そしてファイト、いっぱい気合いだ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 って、ありがとう。プチプチさん、ファネベルアップ、ありがとう。ライスシャワーさん、こんにちは。ペンタちゃん、ファネベルアップ、ありがとう。モッチー、フルフルフルルコチュ、フルコありがとう。モモタスさん、フミくんさん、こんばんは、はじめまして、挨拶ありがとうございます。おたきりやっています、よろしくお願いします。モチちゃん、タコジュン、ありがとう。タコギフト、スシさん、ありがとう。偉いな、なんか偉いとかじゃ、うん、私がめんどくさいって思っちゃったんですよ。そう、でもピアスはつけてるのはすっごい可愛いなとか、もう一回つけたいなとか全然思います。未だにピアスか、例えば偏見持ってる人います。そうそうそう、やっぱりね、そういうタトゥーとかピアスはね、魅力ながらですが頑張って、ありがとう。ももちーちゃん頑張ります。明日で最終便、最終便じゃない、最終日なん、最終日合ってるわ、最終便じゃなくて最終日なんでね、頑張りたいと思います。えいえいおう。アベさん、つたき様です。ピエールさん、ファネベルアップ、ありがとう。みんなありがとうございます。頑張ります、頑張る。絶対1位で終わろう、終わりたい。そして1位になった、ありがとう。絶対1位で終わりたい。最終便とかさ、私飛行機乗るんかみたいなね。この枠何分までだっけ？ 43 分か。話しすぎてさ、忘れちゃうんだよね。もう私ピアス11個ぐらい開いてたんだよ。でもなんか今はそのまぶた、まぶたじゃなくて耳たぶ、耳たぶだけ開いてるぐらい。もうね、もういいやって思っちゃった。もったいなかったけどね、もったいねえと思ったよ。今ほぼほぼ自分で開けてるから、セルフで開けてるから、別にまあ金銭面的にはすごいセルフで開けちゃうんで、私起きてこう寝てます、その前の日に、あピアス開けたいな、どうしよっかな、でも眠たいしな、寝よ、朝です、朝起きて、あやっぱピアス開けたいわと思いながら寝ぼけまなこ起床して、10分ぐらいで、あのピアサーじゃなくて、まあ、ニードルっていうので開けるんですけど、起きました、ぼーっとしてました、朝、あやっぱピアス開けたいわ、どうしよっかなって思いながら寝てて、やっぱピアス開けたいわってなってぐさーさしたからね。あ寝起き10分でそしたら血だらけ、
耳血だらけ、ブワー出て、いったとか言って、自分で刺してんのに、自分で耳刺してんのに、いったとか言ってんの、自分で切れてんの自分でさ、自分の耳にさぶっ刺してんのに、いったとか言ってもっちぷるりぴょこぴょこちゃん、ふやちゃん、ほねべらっぱ、ありがとう。強いよな。でも氷とかめんどい。も私もね、冷やすとかどうでもいいで、その冷やす時間がもったいない。冷やしたって結局痛いものは痛いんですよ。一瞬なんですよ、その痛みがちょっと軽減するのなんて。冷やしても結局痛いんですよ、刺してたら。しげるブラクちゃん、フル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 コーチュ、俺こうしない感じセット、ありがとう。ピアスを刺すときに痛いんですよ結局は。で、ここに起きて10分でここに刺したんですよ。このさ、分厚い場所あるじゃないですか、この中のここ、ロックって言うんですけど、この分厚い場所、分厚くて硬い場所、軟骨なんですけど、ここマジで通んなくて、私分厚すぎたのか分かんないけど、痛いんですよめっちゃここ。痛っつって、私めっちゃ切れて、なんでこんな痛いわけ、けど一人で切れてんの、涙流しながら、涙と血流しながらここから血ドバー流れて、涙流しながら、でもう全然押しても貫通しないから、もうグリ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 って、ネジ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 ってやって、自分で普通にストーンって刺せればいいんだけど、それが全然奥、押してもいかなかった、もうグリ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 いったみたいな聞いてるだけでも痛いでしょ、気持ち悪いでしょ。ごめんね、こんな夜中に気持ち悪い話して。セルフでできます、私は全然セルフでできる。軟骨とかさ、ここがさ、多分さ、こう入れなきゃだから全然力が入んないのよ。こう持ってこうだったら、こうだったら全然うえってやれるんだけど、こう刺したのか分かんないけど、こう刺した時にこうの力が入らないんだよ。こうよりこうは縦に、横にボンは全然いいけど、縦にボンは全然刺さない勇気持ちすぎ。ピアスはドンキホーテの駐車場で開けてもらったヤンキーそれはヤンキーその花エピはヤンキーとも FX ちゃん50カウント完了、ありがとう。それはただのヤンキーですねえそれはヤンキーやで、駐車場で開けてもらった、もう田舎のヤンキーやん、もう田舎の不良。私は家で妹に開けてもらって、最初はね、ここのマフタ妹にバツンって開けてもらって、ピアッサーってさ、正直さ、中学3年生の時に初めてピアス開けたのね。で、中学生のお小遣いでさ、ピアッサー買うって言ったら結構、まあ、1000円ぐらいするわけじゃないですか。1000円ぐらいするから、まあ高値なわけじゃないですか、お小遣いの中で1000円を出すっていうのは。だからピアッサーって本当は1回しか開けられないんだけど、あのピアッサーでピアス開けました、で透ピッチで透明ピアスをぶっ刺します、で外します、外してすぐぶっ刺します、もう一回ガゴンって開けて、もう一回やって、もう一回、もうそれで、ね、多分あのやりづらいんだけど、そこでもう一回バチンってやった。一回しか開けられないピアッサをもう一回開けられるようにやって、もう一回開けただって高いんだもん。だって1回開けるのに1000円でしょ、2回目開けるのに、こっち両耳開けたいのに2000円かかるわけじゃん、正規でやると高いじゃん、学生、中学生からしてみたら。だから一生懸命直して開けた、すごいでしょ。ゲーブラックちゃん、タコチュー、ありがとう。タコチューギフト、ヒロさんこんばんは、50カウント、ありがとうございます。でも新潟はって言って、まあ、偏見だけど結構ヤンキー多いですからね。新潟は本当地元愛強めのヤンキー多いですよ、本当にマンジ
俺の庭みたいな。全然おるよ。あ、この道なら任してみたいな、この道ならここのここら辺の道なら任してみたいなの多いから、車持ってるし、まあわかんない、車大国だけど車持ってない人もいるらしいけどね、テレビで見たら。でも私の周りはもう18歳で結構免許センター行ってた子多いから、私も実際18歳で免許取ってるし、そう乗り回してるよ18歳。心霊スポット行ってたよく若気の至りで心霊スポットに、新潟の心霊スポットよく行ってましたよ。まあ有名なところでホワイトハウスとかね、ホワイトハウスとかロシア村とか。地元のヤンキーは早く結婚するイメージ。でもね、最近のヤンチーは多分結婚しないよね。ミレちゃんセミコーチュー、ミレちゃんありがとう。ヒロさんもこんばんは、50カウントありがとうございます。そうなんか最近のヤンキー、最近ヤンキーが少なくね。まずヤンキーと言えるヤンキーがいないよね。やっぱなんかあったら喧嘩みたいな、はみたいな、何みたいな。私なんてヤンキーの喧嘩の終わりを、ヤンキーの喧嘩っていうか、なんかもうなんていうの、不良みたいな、ヤンキーみたいな喧嘩をの迎え頼まれたからね、その人に迎え来てみたいな、終わったから迎え来てみたいな。夜中の12時とか1時ぐらいにその人にちょっと迎え来てくんないみたいな感じで言われて、どこにいんの、何々駅みたいな、なんでそんな時間帯にそんなとこにいんのっつって、ヤンキーを迎えに行って家まで送迎するっていうね、わけわかんないねことしてたわ優しいからさ、私夜中起きてる人間やからそういうことしてたわ。田舎やろ、めっちゃ田舎じゃない、それ田舎だからできるんだよ。かりん姫ちゃんヤホミでございます。そう田舎やな、田舎ペッペッペなんですよ、田舎ペー、田舎ペーでも新潟の人間は優しいですよ、みんな。こんな人みたいに最初は怖がられるけど、中身を知ったら面白いよみたいな。体の秘密の大冒険のホームページ最高すぎる、マジか。てっちゃん体とか好きそうだもんな、てっちゃん体好きそう、いい意味でね、いい意味であ、7月の個人撮影会は22と30日を予定しておりますので、皆さんぜひ7月の個人撮影会もよろしくお願いいたします。何着ようかな、いい意味で。よくハチちゃんが言うから、マサトンちゃん、はい、パネベラップありがとう。もうちょっとだ。そう、私は地元大好きなんですよ。だから、だからといって、いやらしい意味じゃなくていい意味でね。だからといってはなんですが、新潟にから動きたくはないです。なんとなく。意地でもあるかもしれないけど、やっぱ若い人って、やっぱ地元からやっぱり都会へっていう移住した方が多分なんだろうな、まあ、成功の道がまあ増える、いろんななんて言うんだろう、やれることが増えたりするかもしんないんだけど、それを地元でできないのかなって私はすっごい思うの、ね、自分の生きてる自分が生まれた場所でできないのかと、自分の夢は叶えられないのかと。ペンチルちゃん、フルフルフル、旅行中、旅行しない、カウントセット。ありがとう、ペンチルちゃん。ペンチルちゃんは、マリナちゃんです。ありがとう、箱芝ネベルアップ。だから、私は、地元に残って、地元に残って、なおかつ、この活動を続けております。
みんな都会に出てしまって悲しい。私も友達がいなくなって悲しいとかあるけど。リケちゃんハート、ズッキュンハートギフトありがとう。東京の方がみんなに会えるかもしれないけど、東京でイベントすればいいじゃん。別に東京に住んで東京でイベント やるってなくても、新潟にいても東京でイベントはできるし、どこにいたってどこでもできるんですよ、生きてれば。だから地元新潟から発信してもいいんじゃないかなって、スタートがどこでもいいんじゃないかなって思ってます。リケイちゃんでインボスタキラ星ありがとう。まあでも難しいと思うよ、道は狭いと思う、道は狭いし険しいと思うし、本当あれやけど。あと2分、ありがとう。ピンタちゃんもファニービロップ、だからこそこうやってショールームというね、世界中でつながれる、世界中からでも見れるじゃないですか、ショールームは。こういうものを使ってね、媒体を使って新潟から全国へ、世界へ届けられたら、自分のことを届けられたらいうことは、すごくこういう環境があって幸せものですね。頑張っていきたいと思います。高杉ちゃん超絶かわいい、あーっておっさい、ありがとう。田舎のヤンキー頑張るぞ、おー。田舎のヤンキー頑張るぞ、おーおーおー。では男女発表していきます。リケちゃんかわちい、ありがとう。かわちいギフトたくさんありがとう、デラックスかわちい。では男女発表していきます。13位まさとんちゃんありがとうございます。12位たくちゃんありがとうございます。11位あいちゃんありがとうございます。10位きのちゃんありがとうございます。9位たかすぎちゃんありがとうございます。8位すのすのさんありがとうございます。7位はこうしありがとうございます。6位じゅんぼうさんありがとうございます。5位しげるブラックちゃんありがとうございます。4位てっちゃんありがとうございます。3位はちちゃんありがとうございます。2位たないちゃんありがとうございます。そして1位がトコ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 ちゃーん、ももてぃーありがとう。そしてなんと虹タワーありがたわー、たないちゃんから虹タワーいただきました、 Thank you。 では明日で、イベント最終日、明日絶対1位で終わりたいと思いますので応援よろしくお願いし、わー、ナムナムちゃんからタコチュー、タコタワーありがたわー。そしてレインボースタディケイちゃん、そしてカワチーもありがとう、わわ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 わ、たくさんありがとうございます。ではおつたき様でした。あ、ペンチルちゃんありがとう、みんなありがとう、最終日頑張るぞ、ありがとう、今日もありがとう、感謝、つきちゅきです。